ダービッシュ、ヘルシンキでの2007年大会にて、ダスティン・ザ・ターキー、ベオグラードでの2008年大会にて、アイルランドのユーロビジョン・ソング・コンテストでは、アイルランドにおけるユーロビジョン・ソング・コンテストについて述べる。アイルランドは、ナポリで行われた1965年大会で、初めてユーロビジョンに参加した。その後2019年に至るまでに、 参加しなかったのは2回のみであり、ミュンヘンで行われた1983年大会、タリンで行われた2002年大会に参加していない。アイルランド放送協会は、大会のアイルランドでの業務を担当しており、アイルランド向けに大会を中継している。準決勝は RTE2 にて、決勝は RTE1 で放送される。 アイルランド代表として大会に参加した楽曲の歌詞は一曲を除いてすべて英語であり、1972年大会のキョール・アン・ジ・エ・ r ー・みがアイルランド語の歌詞であった。アイルランドが初めて大会で優勝したのは1970年大会でのことであり、この時のアイルランド代表はダナ・ローズ・マリー・スカロンがオール・カインズ・オブ・エブリシングであった。 2019年までの時点で、アイルランドは合計7回の優勝を果たしており、国別のユーロビジョンでの優勝回数は最多である。1990年代には、前例のない3連続優勝を含む4回の優勝を経験しているほか、2度は2位に入賞しており、最もユーロビジョンで成功を収めた国となっている。アイルランドは、 過去に7回ユーロビジョン大会を主催しており、うち1回を除いては首都のダブリンで開催された。この例外は1993年大会であり、前年の1992年大会でのリンダマーチンの優勝によってアイルランドが主催権を獲得し、航空ク県西部の人口1500人の町ミルストリートで大会が行われた。アイルランドは。 1965年の初参加からほぼ切れ目なく参加を続けており、1983年と2002年のみ不参加となっている。1983年はアイルランド放送協会でのストライキによって大会に参加する資金が不足したためであり、アイルランドでは英国放送協会の実況による映像をそのまま放映した。2002年アイルランドは 前年の順位が低かったことにより、その年の大会参加は認められなかった。アイルランドからの延べ51曲の大会参加のうち、優勝は7回、上位5位内は18回に上る。アイルランドが大会参加を認められなかったのは一度であり、2001年にゲイリーオーショーナシーの Without アウトユアラブが21位に終わったため、翌年の参加は不可能となった。 2000年代にはアイルランドの大会での順位は低迷している。2007年大会アイルランド代表で参加したのは民族音楽グループのダービッシュによる楽曲 They Can't Stop the Spring であり前年順位によって自動的に決勝への進出が認められたものの決勝ではアルバニアからの5得点を獲得するに止まり再開となった。2008年大会では パペットのダスティン・ザ・ターキーが、楽曲、アイルランド・ドゥーズ・ポワントで、12点をアイルランドへ、を連呼したにもかかわらず、アイルランドは決勝に進むことができず、準決勝で敗退した。2009年大会でもシュネード・マルビーと、ブラック・デイジーの楽曲は準決勝敗退に終わった。6つのアーティストが複数回にわたって、アイルランド代表に選ばれており、 ジョニー・ローガン、リンダ・マーチン、トミージミー・スワーブ・リッグ、マキシ、ジェドワードが、複数回のアイルランド代表経験を持っている。また、ブレンダン・ブラハム、ジョニー・ローガン、トミージミー・スワーブ・リッグ、リアム・ライリー、ジョー・バー・キット、1972年大会、作曲、1981年大会、作詞の6人が、複数のアイルランド代表の楽曲の作詞や作曲に、 携わった経験を持っている。1998年大会以前のアイルランドの参加局のほとんどで指揮を担当したのは、ノエル・ケリアンである。この例外となるのは、1965年、1970年、1972年から1975年、1979年、1994年、1997年であった。アイルランドは、 他国の楽曲作成にも関与しており、1997年に大会の司会を務めたローナン・キーティングは、デンマークの2009年の参加曲を制作している。アイルランドは、例年イギリスから、多くの得点を得ている。アイルランドで、電話投票が始まる前は、アイルランドの審査員がイギリスに与える得点は、およそ他国からイギリスへのものと同様であった。 電話による視聴者投票が始まってからは、イギリスとアイルランドは、他国よりも高い得点を相互に与え合っており、例年およそ8得点ほどを相互につけている。また近年ではアイルランドは、国内に住む移民の祖国への投票傾向が高く、2008年には、アイルランドは8得点をイギリスに、10得点を、ポーランドに、12得点をラトビアに与えている。 統計的にアイルランドは8番目に優勝の見込みの高い国であり、現行の投票方式になってからの25回の参加大会では平均して8.56得点を優勝国に与えている。アイルランドが優勝国に得点も与えなかったのは2003年大会のトルコに対してのみである。アイルランドから高得点が送られた国々、アイルランドに高得点を送った国々、 得点の合計は決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。アイルランドは複数年にわたって連続して大会を主催した唯一の国であり、1993年から1995年まで3年連続で主催国となった。7回の主催のうち6回の首都のダブリンで開催され、うち3回は、 ポイントデポで、2回は RDS で、1回はゲーティーシアターで開催された。この他に1993年大会は、コ空ク県のミルストリートで開催された。1994年大会では、舞踊団、リバーダンスが、幕愛の演技でデビューを飾った。ありがとうございます。